今からおよそ500年前のこと、1551年、日本へ宣教に訪れたフランシスコ・サビエルは、西国一の大名と言われた大内義隆と出会いました。大内義隆はサビエルの布教の願いを寛容な心で受け入れ、翌1552年12月9日ここ山口の地で降誕祭が行われました。これが日本で最初にクリスマスを祝った日とされています。これからご覧いただく山口降誕祭は、大内義隆とサビエルとの出会いで生まれた奇跡、そして先人から今を生きる人々へと継承される絆を賛美する光の物語です。出会いと絆が生む奇跡、光が紡ぎ合う大聖堂、開演です。出会い。フランシスコ・ザビエルは山口を訪れ、西国一と称される守護大名の大内義隆と二度謁見しました。この出会いが日本のクリスマス発祥の奇跡の始まりです。
贈り物。二度目の謁見の際、サビエルはインドの初代司教と総督からの書簡とともに、機械式時計、鉄砲、絹織物、美しい結晶ガラス、鏡、眼鏡など13の立派な贈り物を贈呈しました。繁栄。大内義隆はサビエルの布教の願いを寛容な心で受け入れ、その翌年、山口で日本で最初の降誕祭が祝われました。二人の出会いによって日本文化と西洋文化が融合し、豪華絢爛な大内文化も新たな広がりが生まれました。
山口の人々は歴史文化の象徴として山口サビール記念聖堂を愛し続けました。絆。ところが1991年山口サビエル記念聖堂焼失。しかし聖堂を愛する人たちの絆は落胆した気持ちを再建への情熱に変えてゆきます。Thank you.
町を愛する人たちの心を集め奇跡を起こします。1998年4月29日山口サビエル記念聖堂は再建されました。
山口の今を生きる人たちは、この史実を町の宝にして、寛容で絆を大切にする志を受け継ごうと、12月、山口市はクリスマス市になるを合言葉に、山口市では毎年様々な歴史・文化事業を開催しています。サフィエルと大内義隆の絆、そして大切な家族や仲間との絆を思う山口のクリスマスを、ぜひ皆様もご一緒にお楽しみください。